ゴッタルド峠は、スイスのティチーノ州アイロロとウーリ州ゲシェネンの間に、ある峠である。スイスのドイツ語地域とイタリア語地域を結び、ミラノへ通じる道ともなっている。古代から峠の存在は知られてきたが、13世紀前半まで、一般的に交通路として用いられることはなかった。初夏には、雪解けの水で溢れるシェレネン渓谷の急流を溶かし、 アンデルマットまで狭く急峻な峠道を通り抜けなければならなく、遭難者も多発した。峠の名前は1236年頃には、バイエルン公国の聖人ヒルデスハイムのゴッタルドから名付けられている。近隣の村の伝承によれば、ほぼ例年で峠を越えようとして溺れたりして、遭難死したものは4月から5月にかけてピークとなっていたようである。 そのような困難な環境での架橋のために悪魔の橋と呼ばれるようになった橋がこの地に存在している。同じような環境で架けられて同じく悪魔の橋と呼ばれるようになった他の橋と並んでアンティアールネによる民話集1191番に架橋の伝説が収録されている。この伝説の岩は今も存在しており1977年に ゴッタルド道路トンネルの建設のために、この220トンの岩は30万スイスフランを、投じて127メートル移動させられている。この佳橋により、ロイス川に沿って、北海へ注ぐ、ライン川と、ティチーノ州から、ミラノの方へ流れて、地中海に注ぐポー川の分水嶺を超えることが、できるようになった。ただし1775年に、 馬車の通れる改良された道路が建設されるまで徒歩と竹物のみが通行できる道であった。1799年にはフランス革命戦争に参加していたロシアのアレクサンドルスボーロフ元水がこの峠を通過している。1888年には177人の犠牲者を出した全長1 5トルのゴッタルド鉄道トンネルが開通し峠道を置き換えている。 全長1 7トルのゴッタルド道路トンネルは1980年に53人の犠牲で開通している。峠を通過する第2鉄道トンネルであるゴッタルドベーストンネルが2016年6月1日に開通した。スイス政府は建設関連の死者を10人以下に抑えることを目標としていた。 ベーストンネルの全長は 57km、総延長は 155km で、完成した時点で、青函トンネルを抜いて、世界最長の鉄道トンネルとなった。アルプトランジット計画の一環として建設されている、チューリッヒアルガーノに近いツインメルベルクベーストンネルと、チェネリベーストンネルと合わせることで、旧トンネルを含む旧線のようなボトルネック区間が、 なくなりほぼ水平に通り抜けられるようになるため、従来3時間40分かかっていた中離ーから、ミラノまでの所要時間を1時間短縮し、1列車あたりのトン数や列車運行本数も増強されることになった。川口マーンエミ、世界一豊かなスイスと、そっくりな国日本講談社、2016年153ページ。 ISBN 978から4から06から272965から9。悪魔の橋、アールネ・トンプソンの民話集1191番、同ページのスイスに関する箇所、青函トンネル抜き世界一スイスの鉄道トンネル、6月1日、開通。AFB 通信。2016年5月24日閲覧。荒川優子、もっと知りたい。 ターナー生涯と作品東京美術2017年23ページ ISBN 978から4から808710941ありがとうございます